皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年1月の24日、21時18分。まあ、今日、発明協会の方へ、まあ、特許庁の、行ってきたんですけども、まあ、いろいろと話し合った結果、まあ、言いにくそうにおっしゃられるんですけども、まあ、違いに関しては、この間1月17日にアップロードした内容の2の方を見てもらったらわかるかと思うんですけども、結局、その2015年ぐらいに河合案里さんが僕の住宅のところまで来たと、廊下歩いていて、まあ、たまたまこう、なんかインターホン押してもらったんですかね。で、ドア開けたら河合案里さんがいてっていう形ですね。で、その仕事のことで来ましたけども、だったと思うんですよ。で、まあそこで話が噛み合わなかったんですけども、その、まあ回転扉のところを水車として認めるのであれば、みたいな話になってたと思うんですよ、国会の方では。河合案里さんとはほとんどその手の話してませんので、河川水門解析玉発電とか、地下水流トンネル発電とか、その仕組みそのものを、動画でも言ってなかったから、その、水を上流まで溜めていってっていうところまでの話ですね。だからその辺のところまで、まあ、だいぶ前からの動画では、述べて、その2019年以降の動画では私の方で述べていますけども、2015年の頃は SD カードである程度のことを言ってた止まりだったと思うんですね。で、まあ結局、その、水車としての特許は別に、まあいろいろ出願されている人たちがいる。だが、僕の場合だと、建築物関係による、その、特許、になってくる。だからまあ土木関係みたいな形になってくるんですけども、その、それを採用されるかどうかの話と、それがお金になるのかどうかという部分の話ですね。結局、それを採用して行うのかどうかの話があるから、今、その出されてる特許うんぬんとかで、まあ後でね、自分のホームページに、まあ途中まで書いてるものと、まあまあその辺のところを新たに書き加えたりとか書き直さなきゃならなかったりの部分はあるんですけども、まあ手書きの図面、まあどんなものかっていうところ、まあ、ある程度、もう大体でいいと思うんですよ。ものはどういうふうなものであるのかと。まあまあそれは貼り付けておくにしても、特許を取得するほどのものなのかどうかと、結局ね、これ、本音で言うと、国の方で採用してもらえないんだったら、特許出すだけ損でしょう。正直。やっぱりそういう話に最終的に落ち着くんですよ。で、まあ、今までずっと対応していただいていた発明協会の水本さんも、もう今年3月で、引退されると。70歳か70代の方だったんですね。で、まあ、その、どこにも設置されてないから、だから、もともとの線で行くと、その、まあ、民間人を雇用するような形で、エネルギー庁の方で、まあ、岸田さんにもその件のことは、一回、何回か言ってると思うんですけども、その、雇用してもらうような形で、行う。で、いいんじゃないですか。その選挙を云々で仮に出たとして、僕、落選したらまた、でもう今も多分もうシーンとなってたと思うんですよ。で、とにかく物事を早くその進めなければならない。その、河川水門解析玉発電、まあ地下水流トンネル発電、まあこの名称でも通させてもらってるんで、その方がもう今更席とか何かそういうような言葉を使ったらややこしくなるでしょう。まあ、その辺のところを早く進めたい。まあ、この間、その説明させていただいた先に特許出願されている水車のケースの水路云々の場合は、水圧を利用して、じゃない、
で、まあ、違いをちょっと説明しておきますと、私の場合は横にこう回転する、まあ、水車というのであれば、まあ、水車、まあ、回転扉って言った方が、まあ、イメージつきやすいから、まあ、そういうふうに言ってるんですけども、真ん中のシャフトももちろん上部は金属製で、結局大量水を溜めた時に、かかる水圧ですから、上部に作っておかなきゃならない。で、上部に作ったとしたら、重量がそれなりにある。重量がそれなりにあるのに、上の方にこう、水路にこう、水車を回転するような形、普通の水車を回転するような形でこう設置すると、重みが上から下にかかって、基本的に水路のところはコンクリートで作ろうと、思ってるんですね。そうじゃなかったら、金属は世界中でね、たくさん作った時に、余分に金属を使いたくないわけじゃないですか。で、まあ、作り方にもよると思うんですけども、その水路のところに関しては、もうコンクリートの厚みで、まあ、50年ぐらい対応できたらなっていうところなんですけども、まあ、作り方にもよると思うんですよ。その、コンクリートのその水路のところ、基本的には 20cm×20cm のところなどは、まあ、コンクリートの中にその鉄筋は入れないという考え方なんですね。その車止めとかのこんな四角い長細い四角い、石あるじゃないですか。あれも凝ったものは中に金属入れてるんですよ、鉄筋。で、それをもう中で錆びるからもったいないで、金属を余分に消耗したくないっていうのが、しっかりとした根底にある考え方であって、エネルギーの残存量問題でもあり、金属の残存量問題でもある。大量に金属は消滅していってる。で、まあ、金属回収地点っていうことで、今から1年半ぐらい前、まあ、もうそろそろ2年近く、経ちそうな、ところなんですけども、まあ、1年半ぐらい前に撮影したところの金属回収地点のとこ回収してくれています。で、まあ、そういうふうに、水面下で対応していただいている方たちもいらっしゃいますので、まあ、その辺のところが、あとは建設業界の方たちとかも、そう簡単に、鉄骨なんか使わせないよっていう、この間説明しましたけども、僕の家の斜め向かいの、内科、2階建てじゃないかもしれないですね。1階建てで鉄骨入れてる可能性ありますね。だからもうそれだったらもう完全に木材で十分ですから、柱と柱の間にペケポン入れておけばいいし、そもそも内科はそこまで必要じゃない。で、駐車場まで作ってしまったら余計エネルギーが消費する。まあ、もうこういうことですね。全く駐車場がないっていうのもそれは問題かもしれませんけども、例えば、体調悪い人はね、ご家族さんとかに車で運んでもらえなかったらっていうのはあるんですけど、ね、もう僕も一人暮らし長いですから、その体調悪い時とか、まあ、1回ぐらいあったと思うんですけども、やっぱり家から自分で歩いて内科行きますね。車を所持してないっていうのもあるんですけども。まあ、その時は点滴を打ってもらいに行ってたんですけども、正直けど内科行くぐらいって言ったら、まあ、解熱剤とかはもちろん、その辺の薬局屋でも買えますし、まあ、内科でも出してもらえますけども、本当に体もう栄養ないなっていう時はもう点滴しかないじゃないですか。で、それぐらいしかないから、正直内科って。他あります？まあ、話それで申し訳ないんですけども、まあ、とにもかくにもそういうわけで、ちょっとまた物事の出方見ようかなと思ってるんですよ。だから、まあ、国の方から雇うわというような声がかかるのかどうかとか。もう僕の結婚問題の話とか、それも早く片付けたいんですけども、それを国会に持ち込まれたら困りますよね。まあ、佳子さま云々の話、だからそこも、どうなのかっていうところ、その河川水門開始した発電のことも、まあ、私が聞きますっていうことを、まあ、テレビというか、まあ、YouTube、まあ、テレビのニュースも、まあ、どちらがどうだったかも覚えてないんですけども、YouTube の方だと思うんですけども、その河川水門外式でも発電、地下水トンネル発電の件で、私が聞きますっていうことを佳子さんも言ってるんですよ。で、だから本当のところどう思ってるかっていうところも聞いてみたいですし、佳子さまに。その結婚問題の件に関しても、あとそれと、まあ、僕は願わくば今までそのテレビ出た人間の多くの人間は淡い系ですけど結婚話をしたと。その数がまあ30人か、まあそれを超えると。
まあ人によっては金メダル取ったりだとか、まあそれなりに、取り上げていただいて、まあそれなりに活躍したりだとか、まあ各テレビ局の看板アナウンサーになったりだとか、まあいろいろあったと思いますよ。で、その全てをもう一回公表した方がいいと思うんですよ。そうじゃなかったら、こんな仕組み最初から最後までちゃんとお互い名前と住所と電話番号交換しなかったら、これは男性同士の、例えば政治家の人と僕という関係だったとしても、これみんなそれしなかったら無理ですよと、最初から。ちゃんと連絡つながらなくなって、対応できなくなるから、特にテレビ局の人たちも、結婚話云々があったっていうことを、連絡来たら、わかりました、本人に問い合わせしてみますとか、で、そこで本人がこう言っていますとか、この辺をうろうろしたって何の解決にもならないんですから、だから、カーイランリさんの場合はインターホンを押してたと思うんですよ。確かテレビ見てる時だったと思いますよ。最初から最後まで全部ちぐはぐですから、例えば、もし、カワイアンジさんが僕の携帯に電話をかけてもらっていたら、こうこうこうでっていうような話をしてくれていたら、もしかしたら僕は対応できていたかもしれない。その仕事の件でみたいな形で。で、まあ結局、阪神・淡路大震災の被災者であった僕が、まあ、エネルギーの残存量問題だけじゃなかったじゃないですか。1997年8年ウルツラパークの頃のスタートした内容っていうのは、まあ、未来からの聞こえてくる声とか、まあ、その当時の国会議員の方たちや皇室の方たちとか、その後の皇室の方たちとか、もう未来から聞こえてくる僕の声に対しての、対応とかの部分もあったと思うんです。で、そこの件に関して、どう扱っていくか、これをテレビではっきりした方が本当にいいですよ。それがあったら、未来からの声掛けで、例えば今回の能登半島の地震に関しても、まあ、避難できていた可能性が非常に高い。みんながそういう声を受け止めて、で、まあ、それを社会に公表したときに、電波云々とかで、まあ一般の人たちも含めて、誰がどう聞こえてくるのかっていうところとかも、一回検証した方がいいと思いますね。で、その情報が、信憑性が高いか高くないか、それはものすごく重要だと思います。特に能登半島の人たち全員が避難するわけですから、5万人ぐらいの方ですかね。避難されてる方は2万8000人という数字が途中で出ていたのを覚えてるんですよ。どう思われます？もう、まあ、5万人ぐらい避難しといた方が良いと思いませんか？道路とかの交通網とかを考えたときに。で、まあ、今回の件は、まだ、と言っても、まだ阪神・淡路とか東日本大震災と比べると、人数が5万人ぐらいですから、周りの近隣とか国がバックアップすることによって、近隣の都道府県とかバックアップすることによって、一時的に避難をすると。で、他府県からの応援プラス自衛隊とかで、早く現地のインフラを復旧させると。正直避難していただいた方がしやすいじゃないですか。で、まあ、皆さんに、家の状況とか、今だったらやっぱりスマートフォンとかありますから、まあ、家の件数は仮に、まあ、1万5000件を対象とした調査、その全壊、半壊に関して、だったとしましょう。まあ、避難されてる方、先ほど多く見積もって、まあ、5万人ですから、まあ、家の件数が、まあ、1万5000件ぐらいを対象した、まあ、家屋調査みたいな形になるかと思うんですけども、全壊なのか半壊なのか、今戻ってその家の中から物を持ち出せるのかどうかとか、その辺のところスマートフォンとか使ったら、その1万人ぐらい現地入るんだったら、1人1件撮影したら終了じゃないですか。だいたい1万5000人、まあ現地入ったとしたら。まあ、1人で2件撮影したらいいとか、まあそれぐらいの数字ですから、だからあとは本人に映像を見てもらって、どうされます？もうこのままもう即解体でいいですか？っていうようなことを聞いて、
まあ、さっと動けるようにするとか、工夫次第で効率性がまあ随分変わってくる。で、人の命も損なわれない。だからこれだと思うんですよね。まあ、その辺のところ、まあ、ちょっと話がだいぶそれてしまったんですけども、河川水門会、石田松園と地下水流とのやつ、まあ、どうしても今、能登半島のことは気になりますし、まあ、今後どう対処していくかと、あとスーパーコンピューターをせっかく作ったのに、それでそこまで聞こえてきて、結局ね、スポーツの勝ち負けだとか、そういうようなことだけに使うのって、ね、なんか違うじゃないですか。その情報、未来からの情報を的確にもし伝えるんであるのであれば、一番何に、情報を集約して、それを活用しなければならないかというと、それは間違いなく防災であって、災害対策のはずなんですよ。だってスーパーコンピューターの定義が、防災のために作りましたじゃないですか。ほとんどの能力を防災のために、使用していますって。だからその辺のところを考えた時に、まあ、新しい人類のその行動の仕方ということになってくるかと思うんです。で、まあ、地震の話でちょっと長くなりましたけども、結局その河川水門会、石段発電とか、その真ん中のね、ところが、その縦にして柱になってるんですよ、シャフトの部分が。で、密閉をしていて、まあ、羽が回ってる、その周りをこうコンクリートが覆ってる、で、片側の方は水路になってるっていう形ですから、だから、まあ、シャフト自体が柱になってる。ただ、コンクリートの中には鉄筋入れませんよっていう形。上にその水車を乗せてしまうと、まあ、横に絶対軸があって、そこから、まあ、発電機を搭載するわけですから、まあ、タービンとコイル。まあ、発電モジュールっていう言い方を発明協会の方がされてたんですけども、まあ、タービンとコイルということになってくると思うんですけども、それはもう横に置くとしたとしても、やっぱり、上に金属製の水車を置いていたときに、例えば、じゃあ1メートルかける1メートルは、3メートルかける3メートルはとか、数字が大きくなったときに、上に乗せるようなものでは、絶対無理があると思うんですよ。何回か揺れが来たら。それはもうコンクリートのところなんか、揺れが来なかったらもう上に乗せるだけで、どんどん、耐久力がありますから、その金属も金属疲労っていうものがあるんですけど、コンクリートはもっと早く日々入っていって、重量の重みでね、それプラスその水車の重みで、日々入っていきますから、そのために凝ったものはコンクリートの中に鉄筋を入れてるんであって、こういう公営住宅とか、まあ、ビルとかマンションとか、絶対鉄骨を入れておかなきゃなんですよ。ならないんですよ。鉄骨っていうのは、まあ、H 型というか、まあ、横に寝かせると、工業の工というような字に、まあ、見える、ああいうふうなものですよね。ああいう丈夫なものを入れてるから、その周りのコンクリートは崩壊しなくて済むんですよ。柱に、コンクリートの重さが乗ってますから。それが僕の、その回転扉の場合だと、シャフトの部分が全て柱になっていくと。なんか耐久力あるっていうことになってくるんですよ。どうしても日本中どこでもそうですけども、ある程度の地震、その河川の真下で地震はなかなかないとは思いますけども、だけどもある程度の距離があったとしても、ある程度の揺れは来ると、大きな地震であればと。やっぱりどこの河川もある程度、例えば震度1、2とか、もしくは3、4とか、それぐらいが、まあ、何回かありますよと。まあ、そういう考え方で作るしかないんですよ。だから、まあけど、その発電、こう回ろうが、多分変わらないと思いますよ。発電効率。で、重要なのは、しっかりと、晴れの日でも雨の日でも、発電できるかであって、雨の日の方がたくさん発電できる、晴れの日は、ほどほどに、朝から晩まで発電できる。これだと思うんですよ。安定性。で、それをしっかりと実現できる部分があると。だからそれを行うだけの価値があると。まあ、こういうことになってくるかと思うんです。で、晴れの日だったら、まあ、太陽光パネル、プラス、まあ、河川水門会、石段発電、地下水流トンネル発電の合わせ技のものが、まあ、少ない水の量だけども、まあ、とりあえず稼働していると。ある程度。いろんな河川で。
まあ、それなりの発電がある程度はできる。それプラス、あとは太陽光パネルで安定させる。総合的な。で、雨が降ってる日は太陽光パネルの発電能力は、ほとんどない。だけども、河川水門開閉式ダム発電が大きな発電力を得れるから、雨の日でも晴れの日でも安定した電力を生むと。まあ、こういう構造なんですよ。だからその辺のところで、だからまあ、その辺のところも発明協会の方にも説明しなかったら、やっぱり文言、説明した後とそうじゃなかったら、まあ、文言が変わってきたりだとか、まあ、そういうような部分はあるんですけども、だから、この話を長く知ってる人を、付き合ってきた人じゃなかったら、この話なかなか、理解がしてもらえないっていうことに、もう、あとはエネルギーの残存量問題とか、それをしっかりと分かっている人じゃなかったら、根本的に話にならないですから、だから、まあ、正直特許出されてる、水路に、普通に、水車を設置して発電というようなタイプの、まあ、ものではないっていう形にはなってくるかと思うんですよ。どうします？一応、その特許部分は一応出願しておかないと他国が出してきたらの部分もあるかと思うんですよ。その水路の形式みたいな形で。だから、それするんだったら、まあ、国にお金払ってもらって、国がもう特許取ります。国持ちで、日本の。僕としては、もうお金少ないですから、それで、出願して、話何も進みませんでした。じゃあ、やっぱりもう、割に合わない。ただただ時間を無駄にかけてきた。で、ただただ交通費とかを使って、時間をかけて撮影しただけになってしまいますから、もうすぐ素早く行おうと思ったら、それだと思うんですよ。国の方だったら、弁理士さんとか弁護士さんで、まあ、特許、出願して、だから所有権を国っていうことにしておいたらいいんだと思いますよ。日本っていうことに。行政、日本。だから普通は、発案者が誰で、どうこうみたいなところは人間の名前を書かなきゃならないかもしれませんけども、その権利は、国にあるっていうことで進めたらいいんじゃないですか。だからまあ文章とか作ろうと思ってある程度は作れるでしょうけども、正直何回も発明協会の人に聞き、これでいいですかっていうある程度作って、まあ粟井さんのその場合だと、まあこの間のね、特許出願された人の例を読み上げて、まあ番号を打ち込んでもらったら同じ文章が出てくると思うんですけども、まあ25ページほどのものですけども、まあその倍ぐらい、まあだからまあ50ページぐらいになりますよっていうことは、言われたんですけど、まあ正直、まあオンラインだと、出願するとき、まああまりお金かからないんですけども、あまりというか、無料なんですかね。で、オンラインじゃない場合、書類1枚に2500円かかるらしいんですよ。で、他にもいろんなお金いっぱいあるんですよ。かかる費用が。だからもう、それだったらもう国持ちでいいんじゃないですか。で、僕もね、交渉の部分でね、その特許を出願したとして、まあ、どちらかというと、建築関係のものですから、それ取り分どうなるんですかっていうところで、まあ発明協会の人が言うには、そんなに大きな金額になるとはっていうことなんですよ。思えないんですけども、まあみたいな言い方なんですよね。だから、いやまあ、どこからどこまでのいろんな契約と関わってこられたかとかも僕はわからないんですけども、まあ一応黒部ダムの例で挙げると、黒部ダムをもう水路に第一発電、第二発電とかがあるらしいということなんですよね。だから、まあ作り方の構造上がちょっと違うぐらいで、まあ同じようなことをしてるというようなことに、まあなってる
ってくる。ただし河川にそういったものを海兵型で作ってるものはいないのところで、どちらかというと国会議員の人たちの方のその裁判型の方を知られてる方たちの方が、まあ彼にも取り分があるかどうかぐらいで考えたら、まああると。で、それがまあいくらぐらいになるのかっていうところじゃないですか。だからもう給与の算定表通りで、年齢通りの基本給みたいな形で雇って、で、まあ公務員の人と同じようにボーナス、住居手当、扶養手当付きの、まああとは現場で、仕事するという形だと思いますよ。あとはまあ会議とか、だからまあ琵琶湖からの日本海への地下水流トンネル発電だったら真ん中に列車引いといて一応で、だからその辺のところも最終的にタービンコイルのところがどんなものになるのかっていうのを現場見なかったらいろんな人たちの工夫とかもあるでしょうし、まあ最終的にはメンテナンス性の高いものにしておかなかったら、この間も言いましたけど、まあその辺のところとか、まあだと思いますよ。それが一番もういいんじゃないかなと私は思ってるんですけども、その辺はまあ国会議員の方たちいかがでしょうかということですね。まあうん、まあ途中まで書いた文章を一旦貼り付けたりだとか、図面、手書きで、まあまあ大したことない図面ですよ。まあ一応それでまあ見て、ああまあ大体まあ予想してた通りみたいなものだとは思うんですけども、一応まあそれも貼り付けておきますが、まあそういうふうな内容でいいんじゃないですか。どうでしょう。あとはまあ高島屋に関しても何の動きもないんで、我が天下とか戦国不武とか任天堂スイッチさんの件とか、その金一封とかの話がなかったら、これね、今からその厚生年金自体が僕トータルで今までかけてたのが1年分ぐらいなんですよ。だからほとんどお金かけてないようなものなんですよ。じゃ今からその年齢通りの基本給でそのまあ社会保険入ってまあ厚生年金とかかけてもらってで追いつけるかって言ったら追いつかないかといって、じゃあ家購入今からどうかって言ったらもう出上げじゃないですか。そもそも結婚相手が決まってなかったら住む場所決まんないでしょ。もうこういう状況なんですね。まあ、けど、もう物事早く進めなきゃならないし、だもうその、だから、佳子様の件も、はっきり言ってよくわからないし、上夏美に関しても僕もよくわかんないんですよ。その、去年の年末の方に、結婚してくださいっていう VTR、あれ多分本当に昔のものだと思うんですよ。まあもちろんテレビ出ていた時に容姿が変わるっていう部分はありますし、顔作りとかいろいろありますけども、多分昔の映像そのまま出してるんじゃないだろうなかなと。だから隣にいる山里さんもかなり若く見えてましたから、で出演者が乙葉さんとかでしょ。じゃあこうメンバー見た時に画面のメンバーが昔のメンバーだったから、多分昔の映像そのまま番組丸ごとだったんじゃないですか。それ見ても今本人と会話噛み合うかって言ったら噛み合わないじゃないですか。もうそれが事実だから、ただその宇賀なつみのそのインターネットのウキペディアを見ると離婚してることになってる。で、これね、だから、うがなつみは結婚したふりをしていたとか、そういうことだったとするのであれば、じゃあ突き詰めて言うと、大江真理子も本当に結婚してますかみたいな話になってくるんですよ。じゃ誰が結婚して誰が結婚していないのかよくわからない。いや、もう、だからもうね、これだけ嘘なのか本当なのかよくわからない話がいっぱい混ざり込んだら、もう僕からしたらお手上げですよ。
じゃあ、他にも、例えば平井理央っていう昔フジテレビのスポーツアナウンサーがいましたけども、あの子はもともと僕と会いに来て結婚待ちをしてるんですよ。で、平井理央も結婚して、もうけど出産の話までしてたから、まさかそこでもう嘘はないだろうが僕の、いやいや、本当は結婚したこと自体嘘はそれ絶対あかんやろの話になるんですけども、けど、離婚っていうことになってるんですよ。最初から結婚してなかったのみたいな、話というか、早々になってくるじゃないですか。じゃそれに対しての回答なんか誰からもないんですよ。もうこんな無茶苦茶な関係ありませんって。だから、最初から人減らしのための電波の動作だったのか、何なのかっていうところなんですよ。これ本当に。だからそれは人間が伝えようとしている内容を伝えている電波の内容だったとしても、まあ、例えばね、僕は、今まで結婚話をしてきた人間とかに、まあ、過ぎたの何だの、結婚したいだの、そういうことを伝えたとしましょう。で、それが聞こえていたとしましょう。で、ただし未来からの時間軸などはあります。で、まあ、もう私の母親は本当に2019年に亡くなってますし、もう2017年ぐらいの頃に、もう親の介護でもう自分動けないから、もうみんな、他に好きな人いるんだったらもう結婚していいっていうことも事実として SD カードで送って言いました。高島屋ルート当てで。で、ある程度淡い圭介と結婚話しに来た人間をしっかりとリストアップしてますし、で、まあ、例えば押切もだったら、まあ、千葉県出身だし、まあ、野球関係だったら、ある程度の選手は、まあ、知ってますし、まあ、涌井選手が、千葉県出身だけども、もう、涌井選手と結婚したらっていうことを勧めたんですよ。で、結婚してると。もう、さすがにそれに嘘はないと思うんですけども、だから、あんまり自分たちが生まれて出生地から離れたところの人と結婚すること自体、親の介護とか考えたらこれ絶対無理だから、そういう部分を含めてね、テレビで放送しようっていうことを言ってるんですよ。最初からこれ無理がありすぎるっていうことをね。だからそこで最終的に番組に関しても、例えば、音楽学校とかいろいろあるとは思うんですけども、その音楽番組自体ね、全国放送の枠を各、ある程度の地方に振り当ててあげるだとか、もしくは、とにかく一時、東京までテレビ出演で集まってこないっていうことをしたいんですよ。それをしなかったら、それあるから東京に人が集まってきてる部分とかもあって、東京は人口は増加傾向にあったわけじゃないですか。だからその東京もどこからどこまで本当かわからないし、また地方に返されてる人たちの芸能人はいっぱいいますし、だから戻ってきたら戻ってきたで、結婚できないもん戻ってきたら浦島太郎じゃないですか。だから僕と状況変わんないとあんまり。まあ、ただし、まあ、社会保険しっかり入ってた人、厚生年金入ってた人は、まあ、まだ働いたらっていう部分がある。だから、そういったことを含めて、だから僕の、特に僕のケース、最初の頃は人材派遣会社所属で、厚生年金もなかなか入れてもらえなかったと。大阪ヒルトンに、21歳ぐらいの頃行き始めて、大阪ヒルトンで初めて厚生年金入れてもらえて、で、淡路花博の時とかは厚生年金とか入れなかったんですよ。これ、ものすごくややこしいんですよ、話が。人材派遣会社で働いたことのある国会議員の方じゃなかったら、仕組みのややこしさが多分わからないと思うんですよ。例えば、淡路花博で働きに行った時、淡路遊園舞台っていう収穫祭っていうレストランをメインにして働いてたんですけども、ウェスティンホテルでも働いていると。じゃあ、両方とも厚生年金かけるような形で申請してあげなきゃなんないみたいな話なんですよ。だから、人材派遣会社の社員として人材派遣会社を認めたがらないんですよ。それすると退職金とか有給休暇とかの話になってくるから、多分お金の計算がややこしいんだと思いますよ。だから、人材派遣会社に所属してるから、ちゃんと、半年以上経過したら、有給休暇とかついてこなきゃなんないとか、そういったところが、現場をたらい回しすることによって、いや、ここにいたから、この期間ここにいたから、っていう話にされてしまうと、有給休暇がずっとついてこないような形になっちゃうじゃないですか。
それがまかり通ってたっていうのが昔の話で、だから、その話の全般のところで、その結婚問題もそうですけども、その社会全般で起きてることの、問題っていうのを、しっかりと、世間に公開する。で、まあ、それに向けて政府は今までどう対応してきたかとか、一応まあ安倍政権の時に人材派遣会社の人でも退職金は出さなきゃなんないという話にはニュースでなってましたけども、その辺の法律とかももう正直僕もよくわからないですから、どうなってるのか。だから法律でそう確定したような内容のものがはっきり書かれてたような内容のものがあるかとかないとか、ああ、それのところね、だからもう、歩合とかできたかとか、もう余計な法律どんどん消していって、で、時間給で計算してあげなかったら、結局割がいいのか悪いのか、そもそも無理があるのかないのか、これで最後年金もらうときに生活保護者になるのか、年金支給者になるのか、年金の支給で生活できるのかっていうところは、はっきりと分かんなくなるじゃないですか。社会の制度設計そのものが。だから、そういったことも含めて、で、テレビで放送するべきであると。だから、誰も彼もが東京を目指すっていう、その社会は間違ってるんだよっていうことをしっかりと公開すると。で、東大イコール、そこはこの世の全てではないと。東京都に大学、東大があるからあくまでも東大なんだよって。京都に、大学あるから京大なんだよって。ただそれだけなんですって。そういう世界をしっかりと公開しなければならない。で、そこを通して上がってきた人たちばっかりが世の中を埋めていったって、無意なことばっかりですから、経験しなかったら分かんないですから、末端の人の生活。これを、経験しないまま、周り全員こう思いの人たちのところで働いていたら、社会全体がみんな、そういうふうなお金のもらい方をしてるんだっていう、思考回路に多分なるんだと思いますよ。で、パートアルバイトのあなたが悪いんでしょっていう考え方。あなたが努力しなかったんでしょって。あの学歴が大したことなかったんでしょとか、こういう考え方になるでしょ。そういう人たちが上行くから世の中めちゃくちゃになるって。まあ結局そういうことなんですよ。で、その人たちが正直言いますけども、ピンハネしていたと。ピンハネっていうのは、まあ過度に自分たちにお金が入ってくるようにして、自分たちの権利なのか、会社なのなんだろうっていうことで。あとは人をずっとたらい回しにしていて、だからもう平等性があんまりない。だから、まあ何回も言いますけども、大卒の人間が、東京オリンピック誘致したりとか、万博開いたりだとか、だから自分たちの所得に合わせて物事を考えてしまうから、だから社会全体が崩壊してしまうんですよっていうことになるんですよ。だから富の分配っていうのをしっかりとしていれば、自分たちの取り分とかほどほどっていうことにしておけば、そのほどの世界で物事を考えるから、もうこんなにお金のかかるものやめましょうって、イコールそれはエネルギーの消耗につながるから。だから良い経済の回し方っていうのは、お金が回れば、良い経済の回し方ではないと。もう今からの時代はエネルギーの節約をしっかりとできたら、それが良い経済の回し方であると。これを定義つけて、若い人たちに働いてるから偉いんじゃないよっていうことを覚えてもらって、しっかりと、結婚できなかったら、あなたたちが後で僕みたいに、しょっちゅう毎日悲しい目に遭うよと。もう人生嫌になっちゃうよと。まあ、またスポーツの勝ち負けとかで、こう、逃げるに逃げれない、この状況っていうのが。まあ、これはけど本当に、裁判所で判決もらったら、そのスポーツの勝ち負けから抜け出せるんじゃないかなと僕思ってます。今ちょっとなんか変になったんですけども、こう、視界がぼやけるというか、この時点でも、絶対変ですから、本当に、この、逃げ出すことを許さないみたいな形になってるでしょ。の世界や、これって。いや、本当に本当に。だからもう、これ世の中徹底的に、もう僕の事例をフルオープンにすることによってね、何が良くて何が悪いかっていうことをはっきりして、しっかりと、世の中の、役に立つ、立ってるのか立ってないのかで、スポーツもういらない、いらないで、多くのスポーツを、消し去っていかなきゃならない。もうオリンピックも解体、もうそれでお金儲けなんかもう許されないよって。ね、スポンサー料金なのなんだのっていうことでお金もらってたんでしょって。ちゃんと力仕事してもらわないとって。もともと昔はそうだったんですから、ボクシングでも何でも。彼は、毎日40キロの、袋を担いで、まあ、どのだったか何だったか忘れましたけども、
まあそういう、食料品だったかな、まあ忘れましたけど、まあ何せ袋担い、毎日、担いで歩き回ってるから、あいつはすごく、パンチ力あるだとか、昔もボクシングとかってそういう世界だったんですよ。力仕事いっぱいしてるから、体鍛えてあって、まああまり、トレーニングするのとあんまり変わらないんですよ。力仕事してるのって。本当に。まあ、そういうような形で社会全体をいかにエネルギーの浪費を少なくするのかっていうことに、まあ、シフトチェンジすることですね。それがずっと長年全く進んでなかったっていうことにやっぱり結論はなりますよね。だから僕は二十歳ぐらいの頃フルーツやパークでそこまでの話はお互いに教えてもらったし、僕もそう思ったし、僕もそういう方向だと思いますの話でしたし、ただその当時は自民党でしたっていうことなんですよ。で、2007年、8年、2008年か2009年、それぐらいの頃に結局、民主党という形で新しく、政権交代しなかったら無理なんじゃないかみたいな話になって、で、民主党、だからそのエネルギーの残存量問題を世間にフルオープンで話を進めなかったら、みんなよく分かんないまま生きてきてますから、だからそこをフルオープンにずっと固定して言い続けるべきなんですよね。あとはその未来からの状況、情報で、まあ、防災の部分をどう強化していくのかっていうところですね。あとは政府が思い切った、大胆な行動ができるかっていうことなんですよね。まあ、大胆っていうのは結局、大胆の胆って胆力の胆じゃないですか。だからもう腹据わってるかどうかみたいな話で。だからもしかしたら、未来からの誤報があるかもしれないけど、災害からの話、未来からの話で、間違えた内容、私が言ってきたことってありました。皆さんに聞いて、マスコミ関係にも、報道関係の人たちにも聞いてもらって、それはないんじゃないですか。だったらもうその方向で固定して、僕みたいな人間をいろいろ用意しておいて、未来からの声掛け、例えば YouTube でも何でもいいじゃないですか。むしろ YouTube の方がしやすいのかもしれないですね。画面がいつになったら切り替わるとか、いや、これね、なかなか心の声に関しても、ちゃんと言葉が出てこなくなったりするんですよ。届けにくくなったりとか。その辺の仕組みとか、けどある程度伝わってるのは分かってるんですよ。ただ日付と発生する時刻まで今回の能登半島に関して、岸田さんの映像で伝えれたかって言ったら、それはかなり疑問符がつきますね。で、それをもし伝わったときに、その政府がさっと行動ができるかどうか、信じた行動ができるかどうかのところの、その信じて行動できるまで、景気を引き上げなきゃなんないっていうことなんですよ。それができなかったら、正直、自衛隊とかが集まってくるのは結局遅かったのかなというような方向でも、まあ時期は1月1日元旦だっていうのもあるとは思うんですけども、もうすぐにね、全員出動っていうことで、ただ台湾とかは救助隊の派遣の、申請、地震が発生して1時間後ぐらいにはもう申請してきたって聞いたんですよ。で、その次はアメリカで中国で、で、他の国は対応早いようには見えるんですよ。まあ多分日本から要請来るだろうなって備えてくれてたんじゃないんですか。で、ただ今回に関して、米軍の方たちの動きがないっていうのが、特にこれ不満っていうわけじゃないんですけども、意思疎通とかこう情報面でどうなってますかっていうことなんですよ。これね、地震の規模云々とかじゃないんですよ。日本に駐留してるから、今更国連加盟国ばっかりでお互い軍事同盟同士なんだから、フェイクニュースで遊んでる暇あったら、元旦でもいいから、米国の人も日本に駐留してるんだから、日本の災害すぐ派遣来てもらわなきゃ、これは答えなんですよ。あとは仕事できてるかできてないか。だから今回の件ではできてないっていうことなんですよ。厳しい言い方をすると。だからただこういう言い
方とその内容で動いてもらわなかったら、その即座にっていうところですぐ動いてもらわなかったら、何のために日本高いお金払ってアメリカの米軍の人に駐留してもらってるんですかの話になるんですよ、本当に。絶対なります、後々。今言ってないだけで。で、もう震度6強イコールすぐに出動。で、その日、大体、まあ、1日、2日、まあ、3日以内に規模分かってくるじゃないですか。じゃあ、ね、あんまり大したことないんだったら、その3日以内で帰ってきたらいいわけだし、引き返して。だから出動期間って、だから地震の規模でそのまま長い間いるかどうかが決まってくるだけで、結局現場に行きゃいいんですよ。それで1日で帰ってくるのか、2日で帰ってくるのか、3日で帰ってくるのか、それとも1ヶ月ほど滞在するのかとか、まあ交代で、部隊回していって現地に入っていくのかとか、そういうところの機動性と考え方ですよね。だからもう最初から震度6の地震が来るって言ってると。もう自衛隊、警察官、フル出動、最初から、1月、1日、16時過ぎって、いう情報が来てると、未来で、未来からって。そしたらそれに合わせて、もう最初からシフト組んどいてよって。もうニュースだからもうすぐみんな動いてよって。もう7、もう各ね、部隊、もう割り振っておいて、誰がっていうもう名簿作っておいて。だって1ヶ月先とかの時間あるんですから。もうその通りにもうみんなはもうすぐ動いてよでいいと思うんですよ。そういうところまでしっかりと引き上がれるかどうかですよ。結局これだけ近代文明進んだら絶対地震発生しますよ。どこの国も実際発生してますし。で、まだまだ車たくさん作ってるこの状況だったら資源の浪費が早いから、やっぱり地震が発生する頻度っていうものは多くなる。もちろん日本は火山帯っていうところありますよ。ありますけども、どう考えても秋田県からですよ。だって順番に新潟とか地震発生してるんですから。もう僕が生まれてくるよりもっと前から秋田県で採掘してるんですから。で、順番に輸送が抜けていって、西の方まで震源地が広がってきてる。で、まあ、鳥取県のメタンハイドレートの採掘も、まあ僕は生きてる間に大きな地震が発生するかどうかわかりませんけども、もう時間の問題ですよっていうことはちゃんと言っておくと。まあこれが、先人の人たちのお務めだと思いますよ。もう昔からそういうものですからっていうことで、だからみんなでエネルギーの消費を節約しましょう。それイコール防災ですよっていうことをしっかりと言わなきゃならない。なあまあ、いつも通り言ってること長くなりましたけども、これがしっかりとした方向性であって、それに向けて努力することであって、本当は、今のその政党交付金の話のその刷新会議で、まあ、どのような細かい話がされてるのか全く表に出てないですから、それほどもう YouTube で生中継したらいいんじゃないですか。刷新会議でどんな話してるかとか。でも僕の名前言ったらいいじゃないですか。で、まあ一緒にテレビ出て、今までの経緯とか話して、で、まあ社会全体で皆さんこれどうしましょうと。自民党としてはこうしたいです。立憲民主党としてはこうするべきであると思ってますとか。維新の会話とか。けどもう防災に関しては、もう同じ意見になるんじゃないですか。そこまでフルオープンできたら。で、それを世界中でするべきですよ。それで全然違うんですから。で、本当の人口の話とか、いろんなところ、もう家の件数見たらわかるんですから。だから、世界中の人は、随分贅沢を平気でできるような世界になってしまった。マイカーブームなんて永遠にありゃしませんよっていう話。世界中で。だから、高級車乗ってる人イコール恥ずかしい人。っていう位置づけにしなきゃならないと思いますよ。だからこそ、平成の天皇陛下、ごめんなさい、今ちょっと名前思い出せないですけども、出てきそうで出てこない。だから、自分の、所有されてた車なんですけども、一般的な普通車なんですよ。高級車じゃないですよ。大きな、セダンって言ったらいいんですかね。どう言ったらいいんですかね。昔で言うと、クラウンだとか、ああいうような、ベンツとか BMW とか、今で言ったら、そのレクサスだとか、ああいうような車じゃなかったんですよ。所有されてる車が。
まあ、その辺のところは国民の方たちへの配慮で、エネルギーの残存量問題とかは昔から分かってたでしょうから、天皇家の人たちは。もともとそれ元で世界中で第一次世界大戦とか始まってますから、資源の奪い合いで。だから人材派遣会社の人がその高級車乗ってる時点でダメじゃないっていう話が平気で、テレビで話ができる。それ会社の役員の人たちに対しても同じ。ちゃんと軽自動車乗りましょうよって。乗るんだったらって。その前にそこの場所だったら電車バス等で行きますよねっていう話が当たり前にできるようになると。絶対これだと思いますよ。それしなかったら世の中永遠に変わらないですから。だから、ピンハネして自分だけ何高級車乗ってるんですかっていうことを平気で言える社会、若者たちが。大体高級車乗ってるの人って、やっぱりある程度の年齢の人ですから。先人の人たちがそんなに恥ずかしい生き方して、どうするんですかって。まあそういうことになりますよね。以上です。だからまあ、河川水門外石炭発電に関して、もうその方向でいいんじゃないですか。だから、やっぱりエネルギー庁になるんじゃないですか。以上です。だからまあ、契約書みたいな形、雇用。これけど、今までの件のその裁判とか、どうしましょう。春山整骨院だとか、精神病院とか、もう、車の免許証なんか今、警察に取り上げられそうになってますし。精神病院なんかまだ統合失調症っていう線で、絶対、動かそうとしないし。もうこんな世の中作っちゃダメですよ。第二次世界大戦は絶対名残ですね。昔からの悪い風習。それをずっとそのまま使用してきた。医療業界とか。なら行政が。警察官の人も含めて。だからそれはもう全体的に、日本全体で改革しなきゃったら、これはもう永遠に何も変わんないですよ。そのシステムを利用する。だから正直、その警察官の人の動き自体がもう単調になってしまってるんですよ。何かこう、通報があったら、もうめんどくさいから精神病院に入れてしまおう。っていう、もう発想、もう話していたら、僕はね、こう、怒鳴られてきた時の、その内容とかを言った時に、もうその警察官の人たちが、その、まあ、怒鳴ってきた人間は、まあ、女性なんですけどね、もう入れてまおうっていう会話をすぐし始めるんですよ。だから、現場の末端の警察官の人たちがね、で、その末端の警察官の人たちが、一月入院させられた百何十万の領収書が回ってくるっていうこととか分かってないんですよ。で、三親等以内の請求とか、で、他の親族とかに、病院が、弁護士とかを通して、請求かけてくるんですよ。末端の人たちお金ないから、いくらなんでも、その精神病院系はきつすぎるっていう、そのペナルティが。だから裁判所通したら、罰金刑で、例えば、まあ、1万円だとか、まあそういうふうな範囲で終わってるようなものがあんまりにもその、だから現実とその世界が乖離しすぎてるし、あとは精子が生産されなくなる薬だとか、あれはもう絶対間違えてるし、本当にあれ飲んだ人どうなってますかの回答に関して、それは正式な公表がない。何人が飲んで何人がどうなったか、その後生まれてきた子供が。それは世界中に公表しなきゃならないと思いますよ。で、精神病院の近くに、そういう障害者の人たちの、施設がある。こんなにむちゃくちゃな話ないですよ。だからそういうふうなところが、正義感を燃やして、世の中の改革って本当にこれだなって、その精神病院のシステムな、この医療機関のシステムだなって、この精神が生産されなくなる薬とかそういうことだなっていうことを、国会議員の人たちが燃えてくれないと。男じゃないよっていう目で僕はいつも見てます、本当に。あんなに集まってそんなに根性ないですかって。本当に本当に。もう女性の人も同じですよ。大人なんですかそれでって。根性、どこにあるんですかって。はっきり言いますよ。ありませんよって。特に、やっぱりこうなってくると、一番決定権のある自民党と公明党の連立っていう話になるんですよ。
別に自民党を潰したいとかじゃなくて、今のこの勢いでしっかりとその精神病院のその内容とか、これ、しっかりと変えなかったら、もうみんな世の中絶望しますよ。だからどこまでのことを知っていて、警察官の人と、別に警察官を殴ったりとか、そこまでのことをしたわけじゃないですよ。警察官にこう怒鳴り返したりとかして、警察官に腹を立てたもの、精神病院で同じ病室だったんですけども、ちゃんとずっと敬語を喋ってきて、30歳ぐらいの人なんですかね。だいぶ僕より年下で、10年間同じところで仕事してたんですけども、ってもう今回の件で、もう解雇ですっていうことを言っていて、もうこん、喧嘩なんかせんかったらよかったって言ってるんですけども、ただ人間は感情つきものだから、もうここまで本当のこと分かったら、警察官もある程度民間人のことに本当のことバレたら、ある程度怒ってくるけども、それを受け止めなきゃあげないよ、受け止めなきゃダメだよっていうこと、そこで偉そうな態度見せたらダメよって、警察官がちゃんと頭下げて謝った警報でっていうことを、警察官の間で教育しなきゃなんない。世の中のダーティーなこと、だって警察に通報して L 業界の L ビデオ置いてるところとか全然潰さないでしょ、警察官が。ね？そんな高い給料もらってるでしょ？で、してることは交通違反の取り締まり？そんなこと誰でもできるじゃない。ただ、事故現場とかのそういった証拠とか押さえるのは重要ですけども、やっぱりその社会全体で大きな問題になってるところを、警察官の人たちが医療業界とかきっちり取り締まるっていう形をしてくれなかったら、その警察官の人たちに対して本当のことを分かった人たちは敬意を持てない。これが事実なんですから。だからスポーツ業界でお金を稼いだ、そこにはその通りの世間で公開されているような年俸ではなかったと。なかったけども、建設費用があって、エネルギーの残存量問題があって、こう全部つながってきたら、やっぱりおかしいじゃないですかっていうことになってくるでしょう。社会全体がね。だからそことしっかりと向き合って、ただこれは一末端の警察官の人にそれ言ったところで変わるかって言ったら無理だから、やっぱり議員さんレベルで変えてもらわなきゃなんない。で、あと、警視総監とか、そういった方たちがその内容で、変えた内容でしっかりと物事を通してもらうしかないっていうことになるんですよね。だから本当、なんでもかんでもすぐ精神病院に連れて行こうとしますよ。で、あと、警察官が連れて行かなかったとしても、親が精神病院に連れて行くケースとかあるんですよ。家族、まだ学生のものとかをね、騙すような形で。私の件も、姉が連れて行った件なんかそうなんですけども、相談してくれる相手がいるとか言ってね、めんどくさいから精神病院に閉じ込めてしまおう。だったんだと思いますよ、結局。そのことで自分で僕の母親の介護をしなかったりだとか。普段全く顔なんか合わせないんですよ。だけども、なんか親から聞いて、しゃしゃり出てきて。途中で、録画が、終わってしまったので、一応続き言っておきますけども、精神病院関係相手の訴訟で私が絶対勝たなければならない。で、世間にそれを公開しなければならない。テレビ局の今までのこともしっかりと世間に公開しなければならない。今、まとめを言ってるんですけども。で、河川水門外式ダム発電や地下水流トンネル発電に関して、政府の方で、一緒に出願みたいな形になるのか、政府持ちみたいな形にしてもらって、費用は政府の方で出してもらうっていうような形、特許を取得するのであればというのが、まとめですね。あとは、それを僕がどうこうではないんで、だからそこから政府からの連絡があるのかどうかの話になると思うんですよ。いや、だからもう今更、すねで言ってるんじゃなくて、あの後も何回も言いに来ましたから、神戸市議会の政務調査官の人に。だから、その方もかなり年配の方でしたから、もういついなくなってもおかしくないし、その方もともと僕20歳ぐらいの頃フルーツがバッグ来ませんでしたっけ？同じ方でしょ？だから水本さん
特許庁の、あの発明協会の水本さん、その人ももともとその話があったからまた現場に出てこられていたとか、そういうことなんじゃないですか。なんとなく そんな気がするんですよ、よく考えると。まあ、うん、まあ、ただその神戸市議会の政務調査官の人が国会議員の人にそのどうこう言えるかって言ったら、だから言えないでしょう。まあ、まあ国会議員の人たちから連絡来るのをまあ僕が待っておくとか、まあそういうふうな話でいいんじゃないですか。でまあその辺のところ、国所有のところで話し合わせる件について、まあ各党でもその了解しておくとか、まあ一文書いてもらったりだとか、それでいいんじゃないですか。その政権交代云々とかあって、その辺の話がややこしくなっても、いやそのね、あの次の選挙で正直もうどうなるか分からないじゃないですか。その今の一般の人たちが見てるテレビの内容によってやっぱり票動いたりしますから、だからもし政権交代を行われた時に、その話が宙ぶらりにならないように、ほったらかしにならないように、まあ、立憲民主党さんの方でも、まあ、維新、あとは、まあ、共産党さんぐらいですか、人数そこそこ、まあ、まとまってるところといったら、まあ、まあそういったところが、まあまあ、一筆署名に加わるとか、まあまあ、もうそういうことでいいんじゃないですか。もう、あまりその別に人数少ないところを卑下してるわけじゃなくて、やっぱりある程度人数いるところで話進めなかったら、やっぱり無理じゃないですか。だからまあ、一筆書いていただいたりだとか。まあ、とにもかくにも早く設置して発電できるっていう方向性で物事進めなかったらっていうことですね。まあ僕の方は相変わらずお金ないですからね。だからその精神病院の件とかも正直どっか誰か弁護士さんつけてほしいとかはありますし、春山整骨院の件もそう、まあスポーツの勝ち負けのところとかもそうですし、そのお金の支払いいくらかある程度なかったら、もうそしたらこっちはずっと被害者のままなんですかっていう話になっちゃいますから、それはそれで、本当はあの後任者とか、だから世界的にスポーツ業界をどうするのかっていう話も、まあ他の国が動かなかったとしても、日本はまあやっぱりその辺のところやっぱり人気あるかどうかだと思うんですよ。だからオリンピック関係の種目で結局プロ化ができなかったところ、あのお客さんがそんなにその会場に集まらない、例えば国際線じゃなかったら、国内の例えば、まあ、はっきり言いますけども、柔道は好きか嫌いかで言ったらそれは好きですよ、好きですけども、例えば日本人選手の試合でお客さんがたくさん集まってきて、そのお金で運営できるんであればいいんでしょうけども、そうじゃないんであればもう大会のが開く価値正直ないんですよ。その一応まあ警察官の方たちとかもその護身術として、柔道とか練習されていますけども、正直路上で柔道の技なんか使うわけないじゃないですか。そんな地面アスファルトなのに投げてしまって、もし後頭部から落ちたら、別に後頭部から落ちなくても変なこう身の回し方で片側からね、こう肩から落ちたりしても、それはそれで骨折するときは骨折するでしょうし、危険すぎるから、そんなこと警察官今更する人なんかまずいませんし、普通まあ人数でまあ取り押さえるような形で、あんまりその今の現代に警察官としてですよ、その格闘技とかが必要かっていうと実は必要じゃないで、今あるまあ格闘技関係に関してもやっぱりお客さんが来るか来ないか、だから商業原理でもいいんじゃないですかっていうことだと思うんですよ。まあ、もちろんあの放映権料とかあるかと思いますけども、だからそれに合わせた規模、人数、お金回り
だからそういうことになってくると、だから普通の一般業の人たちと同じだと思うんですよ。例えば今日のインターネットニュースだったら、ラーメン屋さんが、昨年は、40何件潰れましたとか、まあ、数年前が40何件だったから、ちょっとその辺のところははっきり覚えてないんですけども、まあ、倒産しましただとか、まあ、そういう内容が書かれてるんですけども、もともとみんな倒産っていうものがあるのを分かっていて、何か仕事をしていたっていうのは雇われであれ何であれ、なんかそれが社会の現実だから、それに合わせた規模だから、テレビ局もやっぱり合併縮小ですよね。だからもうその辺のところをしっかりしてもらわなかったら、結局、まあ、インターネット関係のものが増えて、時間的にそこまでそんなにたくさんチャンネルあってもみんな見る方が無理だし、あと、もう番組も作りようがなくなってきてるでしょう。良い番組はいろいろ提案しましたよ。提案しましたけども、例えば世界中の人たちの、壊れた、家電とか建物とかを修理してもらう世界職人ワゴンとか、まあ、ああいったものを僕からの提案で、まあ、他の国の方とか見てもらったら、あ、いいことをされてるんだなと。まあ、テレビ局の、その、放送するイコールお金で、人助けをしてあげれるっていうことで。だから、くだらない番組なんかしていたって、その人たちにどうせ出演料とか払って番組の制作費かかるんだから、そのお金を、ね、人助けのために使いましょうっていうための番組。ただ、エネルギーの残存量問題とかを考えたら、やっぱりあまり海外行くっていうことは、っていうことにやっぱり答え的になるんですよ。あんまり。まあ、まあ、ただ番組見ていて、まあ、実際そこの例えば老人ホームだとかそういったところでお金が回ってこなくて、使い勝手が悪かったりだとか、まあ、そういうようなところは絶対に役に立ってますし、その辺のところは価値はあるんでしょうけども、ただあんまり世界中を飛び回ってでまでしなきゃならないことかなってなると、ちょっとまだ見極めがつかない。ただ内容はすごくいいと思うんですよ。人助けのために仕事をしてるっていうことは明確にわかるから、それだと思うんですよ。まあ、ご年配の方たちが出演されて、その現場でいろいろ修理しに行ってくれてるんですけども、そのまあ、残りの人生考えたときに、自分が生きてきた意味とかを考えたときに、最終的に僕たちは技術を身につけて、他国の人まで助けに行きましたよって。これ、あの世に行ったときに、そのあの世の世界があるとするとですよ、その人たちにね、一つ自慢話ができると。僕たちはこうまでしてきたよって。それってすごいいいことなんじゃないかなと。あの世の人たちはね、すごいじゃないですか。そんなに助けに行ったんですかと。ああ、自分がもし死んだ時に、あの世に行った時に、話した時に、どんなことで評価されるかって言ったら、どれだけ人を助けたかだと思うんですよ。なあ、かっこ悪いのは、我がのために金稼いでいた、高級車を乗って大きな家買って、で、従業員は安い賃金で、次々と、会社の都合で切り捨てていたと。せめて退職金ぐらい出してあげないときゃって。自分たちが高級車買うぐらいだったらって。わずかなお金でもね。ごめん、これが社会の現実やねんって。もうこれだけしか渡せないけどもって。そういう一言添えて。正直、年金2000万円以上かけてなかったら、もう60歳から受け取りなのか、65歳からの受け取りの数字なのかよくわからないですけども、もうこれもどういうふうな状況になるか分かんないですから、一月その15万円もらえないよって。だからそれ考えて生活しなきゃならないし、その一軒家買うにあたって、若いうちに結婚、すぐに結婚して、住むとこ決めて、それで社会に出て、所得税の控除で、うまく住宅ローンを返済しなかったら、っていうのはこれが社会の現実、もうある程度の年齢で、もう正直もう30歳ぐらいからだったら、はっきり言って、もうほぼほぼ手遅れじゃないですか。そこから、議員さんとかになって、ずっとね、落選しないで続けれるんだったら、話別ですよ。まとまった給料入ってきますから。だけどもうこれだけ低賃金の人たち増えて、
まあ、昔からそうだった部分もあるとは思うんですけども、やっぱりね、そんなに仕事にこだわってエネルギー消費させても、結局行く着く先が車買っただとか、それで終わるんだったら意味ないじゃないですかっていうことになるんですよね。ごめんなさい、まとめが多くなってしまいました。まあ、とにもかくにも河川水門外式生発電とか、まあ、僕は政府の人たちがどういうふうな対応されるかとかになってくるんですけど、いや、もう今ももう正直こう思ってるんですよ。どうせまたほったらかしなんだろうなって。あと、家の横何か通り過ぎたりとかで、その場を濁す、お茶を濁すような形になるんじゃないですか。どうします？どうなります？を今聞いたところですぐには答え出せないでしょう。向こうはどう言ってる、どうするとか、何か定義あります？この間もね、ワールドビジネスサテライトで、ゴジラマイナス1か1.0っていうものがあるじゃないですか。もともとはゴジラに関しては、先々の予定は、もう今からずいぶん前に、だいぶこちらの方で提案させてもらって、まあ、作ってもらう予定を、次々、行ってもらって、で、まあ、山崎貴監督の方に、お疲れ様でしたっていうことを、伝えていて、その時、まあ、山崎貴監督は、みんなにも言ってるからっていうことを、現場にいるスタッフの人たちに、あ、おめでとうございますだったのかな、アカデミー賞か何か、かの、日本の作品の3つで、君はどう生きるか。まあ、これも、このままのワード、云々のところで、まあ、宮崎駿さん、年齢も今80歳超えていらっしゃいますから、その内容を今聞いていただいて、まあ、対応できるかどうかも私の方ではわかりませんし、で、まあ、ゴジラと。で、あと、まあ、もう一つは、何でしたっけ？パーフェクトなんとか、まあ、完璧な日々みたいな言い方のワードだったような気がするんですけども、まあ、横文字表記の、まあ、トイレ掃除をしながらって、その作品ってもっと前からあったような気がするんですけども、まあ、その3つの作品がノミネートされて、で、ゴジラ、マイナス1.0の名前が出てきたときに、まあ、スタッフの人たちと山崎貴監督が集まっていて、まあ、おめでとうございますっていうことをお伝えして。で、山崎貴監督、まあ、顔、もう全然覚えてないんですよ、正直。で、君たちにも言ってるからっていうことを、周りのスタッフの人たちに、伝えてくれて、その画面、モニター見ていて、その自分たちの名前が出てきた瞬間、スタッフの人たちと一緒に大喜びされていて、で、そこで僕が送った言葉を、まあ、受け止めていただいていて。で、まあ、ワールドビジネスサテライトだったので、まあ、それを大江真理子が聞き止めて、それが本当なら合わせますっていうことを言ってるんですけども、また家のことが遠いすぎるんだったら、山崎貴監督はもう、スタジオとかで絶対会えるだったらいいんですけども、これね、後から横通り過ぎられて、僕の方がね、ああ、さっきの人が山崎貴さんだったのかとかで、結局、残念な気持ちしかならないから、この方法だと。だから本当はこの方法は、多分、極端なこと言うと、人口を減らすための方法だったのかもしれない。エネルギーの残存量問題を解決できなくて。電波で物を言うイコールがそうじゃないんですよ。例えば僕みたいに未来からのその災害情報を伝えてくる人間、そこはその言葉をどう生かすかであって、家の横を通り過ぎるっていう方法は、これは絶対違いますから、コンピューターが自動的に何かをしてくれるっていうことじゃないですから、みんな自分で自己発信で自分でどう行動しなきゃならないかを決めて、自分たちでどう動いていくか、これをしっかりと定めなきゃならない。これが一番重要なことであって、スタジオであって、あれこれ話、仕事とみなして話ができるんだったら、それは私にとってハッピーなことでしょうし、だけども、やっぱり家の横を通り過ぎられたらきついですね、本当に。で、まあ
まあ、2000本安打以上打った阪神タイガースの、元選手だった鳥谷敬とか、無言で横通られたりだとか、例えば、まあ、僕の方もすぐには気づけなかったのかな、けど、とっさに現れたから声がかけれなかったのか、まあ、もともと兵庫県の出身だと思うんですけども、サッカー日本代表の、元日本代表の岡崎慎司、まあ、彼なんかはイギリスへ行った時に、もともと最下位が多かったチームを優勝まで持って行ってるんですよね。だから、その特別、ものすごい成績を上げたわけじゃないんですけども、彼が入ることによって、チームは劇的に変わったっていう位置づけで、まあ、扱っていただいてたんですけども、それは、まあ、彼の献身的な、自分の身を厭わないような、その、プレー、まあ、ただ、そこまで、もう僕は、本心から言うんですけども、怪我はしてもらいたくないんですけども、一回、まあ、頭から流血とかあったんですけども、そのガッツあふれるプレーで、最下位のチームを優勝させたっていうところが、すごいところで、その彼とか横を通り過ぎた時に、やっぱり急に来られても、前からいついつ会いましょうとか、そういう電話があったら、喋ることをこう、先に考えておけるじゃないですか。それなかったら急に言葉出てこないんですよ。今までの僕のこととか、いろいろ話をしたりとかね。で、その最下位から優勝するような、最後まで諦めないその姿勢が、このエネルギーの残存量問題とか、世界中の少子化問題で、今絶対必要なことなんだっていうことを、例えばこれが会った時話できたら、その時に会って話したことは、すごく価値のあることでしょうし、だけども急に現れても、なんか見たことあるぞとかで、やっぱり終わっちゃうんですよね。だからこの辺の後、近くで、まあ、サッカー元日本代表の香川真司だとか、なんか一緒に見たことあるなって思うんですよ。で、大体すれ違った後とかですね、まあ、時間かかる時とかだったら、1日後とか、人にもよるんですけども、まあ、電車の中で、あの時の誰それだとか、だから、やっぱり、まあ、鳥谷敬にしても、香川真司にしても、岡崎真司にしても、テレビでほとんど見なくなってから急に現れてもまずわからないのと、鳥谷敬なんかに関しては、茶髪に変わっていて、パーマかけて、試合中メガネなんかかけてなかったり、メガネかけていたから、明らかにもう気づかれないようにしようとして歩いてたわけだから、まあ、よく意図はわからないんですよ。僕の家の横とかこの辺りを歩いてる、僕が買い物行った時のその帰りとかに、横を歩いてるっていう、そこに彼らは何の意味目的を持って歩いてるのかな、これがわからない。だからそういうような形になっちゃいますから、まあ特に顔を覚えてるわけでもないから多分全く気がつかないままで終わってしまいますから、だから山崎隆さんにはスタジオとかで会って話ができるんだったらいいですけども、その明確にそちらから電話かけてきたりだとか、でもそれがないんだったらもうこの辺もう来ていただかなくて本当に結構です。それをいろんな人たちにされると僕は精神的に辛い、きつい。だそれは、僕はハッピーにさせることじゃなくて、僕をひどく落ち込ませる方法であって、エネルギーの残存問題を解決できなくしたりだとか、まあ、政治経済とかも全て最悪投げ出す方法、投げ出せさせる方法と言ってもいいかもしれないですね。だからそこにみんなが気づいていたのか気づいていなかったのかっていうことなんですよ。また自分が何も声かけないで、仮に助けられなかったとしても何か、まあ理解してあげたり、まあ何か心ある会話をするとかね、何かそういうのがあったらいいんですけども、ただただ横を何かこう最悪こう絡んでくるような形で声をかけてきた人間なんかいたら、もしかしたら喧嘩になるかもしれませんし、いやだからこちらからしたらお金払ってない、払ってもらってないがあるから、テレビ局関係とかに関しても番組、僕の提案して、提案で作ってもらった番組は軽く30は超えるでしょう。で、1000もないでしょう。で、我が天下とか戦後の提案に関しても結局 CM 料だけもらってテレビ局の人間は金稼いで、で、それ言い始めたらもう任天堂スイッチとかもそうですし、他のソフトとかもまあちょこちょこっとありますし、
だけども、どこからのお金も、まあ、アスキーさんのダービーサリオンに関しては、初めから最初から言ってます。もう、そこはもうお金の支払いいいですからって、もう何回も倒産してますから、もう最初からそんなに、長続きできるようなゲーム内容でもないし、世界に対してその、競馬ゲーム自体が、日本の競馬業界のことを世界に売れるかって言ったら売れないから、じゃあ、マーケットは日本国内になった時に、じゃあ、競馬ゲームをそこまで買うような人間が日本の国内にいるかって言ったら無理ですから、ダービースタリオンと他にはウィニングポストっていうものがありますけども、まあ、ウィニングポストの方も正直、毎年毎年あまり変わんない。で、行き着いちゃってるんですよね。まあ、あんまり変えようがない、新しいシステムがない。まあ、プレイヤーからしたら同じゲームを買わされてるみたいな感覚になっちゃいますから、ダービースタリオに関しては大きくゲームシステムを変えるような内容をいろいろと提案して、まあ、私の提案した内容以上のものを作ってきたっていう部分もあって、まあ、インターネットゲームは今でも継続できてると思うんですけども、インターネットゲーム自体もともと4年とか5年とかで終わっていくゲームはたくさんあります。もうそんなものなんですよ。だからまあ、スポーツ業界からの1円のお金も払ってもらえてなくてっていうところ、あとこういうような話ね、精神病の医者が知ってるかって知らないんですよ。まあ、そこでも話がそもそも根本的に噛み合わないし、その警察官の人でも多くの人がどこからどこまでの話を知ってるかっていうところ、あとは誤解があるかないかとか、その辺とかだってありますから、だからもう洗いざらいテレビで全部話す、放送させてもらうことですよ、僕の内容をドラマ仕立てでね。で、まあまあ、最初の方にも言いましたけども、長距離恋愛とかそもそも無理だと。給与の算定表通りの、賃金形態しかないし、ほとんどの人たちは非正規雇用なんだから、正社員の人たちよりも非正規雇用の人たちの方が多いんですから、その時点で、ひどい人生、後からやっぱりダメージ大きい。で、そこまでして、車を売らなきゃならないかって言ったらそうじゃないし、で、いや、だから経済規模は絶対縮小するんですよ、世界中で。だから今の株高なんか絶対異常なんですよ。それすると、早くエネルギーを消耗して、人類が先々早く滅ぶんだから、株価は完全に間違えてるんですよ、アメリカも。だからあんまり賢くないんですよ、大卒の人たちが何回も言いますけども。世の中のことよく分かってない。自分たちが稼げたらそれでいい。だからこんな数字になるんですよ。いつになったらお勉強できるようになるんでしょうねっていう皮肉ぐらいは、やっぱり僕も言いたくなりますよ。できることできてないから。本当は僕は仕事場で一番トップの人間だったとしたら、あなたたち仕事できないじゃないっていうことになるんですよ。だからもしそれを本当にそういう形で物事を客観的に見ることができたら、彼の言ってることの方が正しい。だけども、一会社の中に入って、自分からそれを言い出して、そこの会社を損させてでも変えれるかって言ったら、これみんな結局無理でしょう。だから外部である僕のような人間が言って物事を進路変更させていくしかない。もうそれに合わせて行政とかは動いていくしかない。もうこれしかないんですよ、方法。僕も一会社の中に入ったら、時間の経過とともに、やっぱり、なあなあになったりする。と思いますよ。一人で抵抗できるもんじゃないですから。どうせ人材派遣会社からだったら、もう次から仕事ないよっていうことになるだけですから、もうそれ分かってるからどうなるか。だって売り上げ、お金のかかってる話だから。結局みんな金に繰りすぎていたっていうのが最終結論になると。まあこういうことになるんですよね。だからよく分からないのは、その映画関係とかの金一方の話ですけども、大きな純利益を出している会社がその僕にお金を与えないっていうところも、まあ不可解だったり、もしかしてその純利益のところに嘘ありますの話になってくるんですよ。いくらでもそれはないはずなんですけども、株価とかそういったものがあるから。まあ昔で言うと粉飾決算とかそういう話につながりかねないじゃないですか。というよりもつながるでしょう、やっぱりそれは。だからその純利益とかインターネット上のウィキペディアで数字を嘘を言ってたら、それで株価を上げていますとかだったら本職決算ということになりますよね。それはダメですよね。
だけども、しっかりと純利益が出てるところから、お金の回りすらない。だから、淡井圭介、だからこれね、最初からね、もうものすごく、悪党と決めつけて、物事を確定、もう本当はもうこの時点で物事はもう全部行動は終わった後だから、まあ、確定付けられることなんですけども、普通に考えたら、最終的には行動で物事を見ますから、その結婚話、うんぬんとか、全部うまく利用して、稼いだろうかなになってませんでした、テレビ局とか。最初の方のスポーツの勝ち負けとか、その昔のいきさつとか知らなかったから、淡井圭介が身勝手に介入してきたみたいな受け取り方をしてた解説席の人たち、いっぱいいたでしょ。本当に本当に。で、身勝手なことを解説席でベラ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 と言って、一般人の人たちがそれ聞いて、淡井圭介のことを知ってる人間が、喧嘩を打ってくるようになった。それは一時的にあった。で、テレビ局の、報道関係のアナウンサーもその辺の話に便乗して動いた。で、淡井圭介からこう客観的に言われてね、これ第三者の一般人の人たちにこの話全部知られたらどう思われるか分かってるって、法的にもって。ね、お金の支払いみんなしないでしょって。で、結婚話しに来た人間何人いるのって。名前と住所と電話番号あって、住所とかちゃんと分かるもの開示したって。しないでしょって。それメモして渡すぐらいのことしなかったらこんなの無理じゃないって。あんたたち、集団的な、ものすごい横領事件してるのよって。じゃ、金額考えてみたことありますって。しかもそれは阪神・淡路大震災の被災者からしてしまってるんですよって。会社という単位でって、全ての会社がつながっちゃうから、スポーツ業界に。こんなめちゃくちゃな話ないですよ。最終的には国会議員の方たちもつながってしまうような話になっちゃったでしょう。だけども、外部から言わなかったら、正直国会議員の人たちでも万博オリンピックを消すことができなかった、日本の国会はっていうことになるんですよ。だから、やっぱり僕はもう言い続けるしかないでしょう。僕の立ち位置ってこれなんですよ。それで、例えばね、もともと佳子さまは淡井圭介と結婚する気あるのかないのかなんかわかんないですよ。ただ、それっぽいようなことを言ってたり、そういうふうな、誤解を招くようなことは言ってるし、行動もしてるんですけども、だけども、いや、だから、もうそういうことの発言が NG なんであれば、ないんですよ、佳子さまとの結婚。で、テレビ局のアナウンサーもそれが NG であれ、あるんであれば、最初から結構ないんですよ。宇賀なつみに関しても。他のアナウンサーに関しても。だって僕は言い続けなかったら世界滅びるんですよ。でも、もうこの段階でわかるじゃないですか。万博消すことができない、オリンピック消すことができない、今までどうしてたかって、ね、余計な建物をずっと作りっぱなしだった。それでもまだ万博を招いてしまった。東京オリンピックで飽き足らず、東京オリンピック開く前に僕だいぶ抵抗したんですよ。だけどもそうなってしまった。これが社会の現実です。まあ、また要点まとめたり、またいろんなことを言い始めて、同じこと、まあもうこれぐらいにしておきますね。以上です。正直、結婚問題、全然わけわかんないです、本当に。本当にもうみんな正直にどうしたかったのかと、あと僕のこの生き方を否定された時点で、人類は滅びる方向にしかならない。で、あと、皇室に関しては、なんかテレビがうんぬんとか言う人いますけども、皇室アルバムがもともとテレビで放送されています。テレビ出たらダメなんだったら、皇室アルバム最初からそんな番組ないじゃないっていう。本当にもう、それがまたテレビ出てる人がそういうことを一時的に言っていましたから、今はそれ言う人いないと思うんですけども。だから、もしかしたらまだテレビ出てる人とかで、電波で以前誰かが喋った内容を聞かされて、それを言う人はいるのかもしれない。本当にテレビ出ちゃダメなんだったら、ニュースで天皇陛下とかの、こいつの人たちがどんなことをしてるのかまで、テレビで放送できなくなるから、そんなことで、それこそできるわけないじゃないっていう話になるんですけど、ちょっと考えてわかるでしょって。僕がテレビに出たらダメだとか、それ、テレビ局の人はもう言える段階じゃないんですよ、はっきり言って。自分たちが隠蔽してきたことがバレるからって。それはもう、まあ、国会議員の人たちの場合は、隠蔽に当たるかどうかわかんないですけども、どんな内容があるのかわからないから、
まあ、菅さんは少なくとも携帯電話のかけ放題プラン、本当の。それは実現してくれました。安倍さんの時は、オバマさんを広島に来てもらったり、パン・ギムン国連総長に長崎来てもらったりとか、トランプさんに、まあ、北朝鮮と韓国の仲良くしていただきましたとか、まあ、いっぱいあります。今、岸田さんを責めてるんじゃなくて、そのままの流れで大きく物事を変えるしかないという立場でありますと、まあ、岸田さんと。で、まあ、その後、まあ、引き継げるのであれば、僕に近い年齢の小泉進次郎、彼に、託したい。長い目で物事を変えなかったら無理でしょう。で、変えた後またその万博とかオリンピックを再び行おうとする勢力が現れた時に立ち向かえるのかどうかっていうところがあるから、だから僕が例えば60歳、65歳までその辺のところをしっかりと世界中で固めるところまで持っていかなきゃならない。だからこれは結構時間がかかる。だけどそれに向かって、で、僕は60歳になった頃にやっと万博とオリンピックがなくなりましたね。話になんないから、全然違うから、あと自動車のセンサー台数とか、もう急ピッチで変えなきゃならない。で、だからCOP28 ではあれだけのエネルギーの削減量を2035年に2019年比で60%の削減を打ち出してる。だから COP28 は腹くくったっていう物事の見方を僕はしています。あとは世界各国。これで COP28 がね、その辺のところできないんだったらお話にならないですよっていうことになるんですよ。これ厳しい内容になると思います。誰にとっても。誰にとっても。以上です。皆さんご協力ご対応もよろしくお願いいたします。